演者と観客が共に笑顔になれる世界一温かいステージがここにあります。それがスローサーカスプロジェクト、日本生まれの注目の団体です。スローサーカスプロジェクトは障害のあるなしを超えていろんな得意な技とか個性を持った人たちが集まって作り出した日本で初めてのソーシャルサーカスカンパニーです。活動は2014年から、3年後には横浜パラトリエンナーレ2017を開催。国内外100名の市民が出演する野外サーカスを発表して話題となりました。ソーシャルサーカスっていうものは世界にたくさんあるんですけど、海外だとほとんどはやっぱリハビリテーションだったりとかレクリエーションっていうレベルでやっていて、いわゆるこうちゃんと人に見せるショーとしてパフォーマンス高いレベルで作るっていうことを目指しているのがかなり世界的にも珍しいカンパニーです。現在メンバーはスタッフやスペシャリスト含め30人ほど、そのうち障害を抱えるパフォーマーは14人。例えば車椅子のふさきくんは重度の脳性麻痺、本人の意思で動かせるのは首から上と手の指が多少。それでも同じような障害の人が集まるイベントやワークショップもありますけれど、こちらの団体だと障害のあるなしの関わらずいろんな年齢層の方々とご一緒できるというのが普段にない経験だと思います。でちょっとピラミッドを本来のプログラムやるはずなんですけど、その前にちょっとふさきの車椅子を持ち上げるっていうのをちょっとやってみたいと思います。はい、ふさきくんが持ち上げられ宙に浮くという大技に挑戦します。で絶対前に行かないように、まあ重心がこっちにあるんで重いものはこっちに置いてどっちかというとこっち側にします。はじめは特別な技術もないので、果たしてここにいていいものかと思う時も時々ありましたけれど、でもまあこうメイクをしたりヘアカラーをしたりということで皆さんの活動に彩りを添えるっていう役割があることに改めて気づかされましたし、なんかこんな風に重度な障害の人があってもここにはいられるっていうことをいろんな方に見てほしいなと思っています。家族やヘルパーさん以外の大人とか人と触れ合うっていう機会が多分あんまりなかったと思うんですよね。それがやっぱりこのうちのプログラムに参加するようになって本当にいろんな人たちがふさきふさきって寄ってくし、普通に話しかけて普通にこう触ってっていうことをしていくので、もともと多分彼は明るい男の子だと思うんですよね。そのなんか明るさがどん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 出てきてるっていうのがあって、柔道の障害者であっても、はいこれやるよ、やってね、ちゃんとやってねってこうなんかその声をかけてあげるとかやらせるとかってすごい大事なことで、お客さんも彼って柔道の障害者でねってなんかその、まあ、ある意味油断するというか何にもできないんじゃないってやっぱり思う人多いと思うんですよ。でもその中でもなんかこう目線だったり、今日もエアリアルでこう例えば車椅子をみんな持ち上げてこう、これお母さんが言ってたんですけど僕そこまで見てなかったんで、なんか手が上の方に伸びたって言うんですよね。だからなんか普段はあんまふさきもちょっと怠けてるのかもしれないけどそんなに体を使って表現しないのに、何かそうやってこう舞台で目的があるとなんか体がね動き出すんですよね。あれはねすごいことだと思うんですよね。きっとだからどんどんそういう場所に連れてってあげて目的与えて、で今度は空中行くんだよとか今度はこの道具をちょっと渡してよとかってやると、できなくてもやっぱそれをやろうとするっていうことが見えるので、やっぱそういうことにこう感動、まあ人も感動するし僕らもなんか一緒にこう感動できることが増えてきたなっていう感じですね。そしてこちらスローサーカスプロジェクトでダンサーとして活躍するイノッティです。
幼稚園に上がるまで歩けなかったんです。腰が切れなかったのでハイハイの状態。それで幼稚園上がる寸前に骨折して、もう正直言って立たないだろうというのが私たちのあれだったんですけど、その後にその音楽っていうのから最初入ったんですね。そのうち音楽に入ってきたら体が動き出して、でもうその見てた時の皆さんがせっかくだからちゃんと習わしたらって言われたので、まあ、塾に行くと思ってダンスでっていうダンスのとこに行かしたっていう感じはします。やれるの？やれないの？って聞けば、やりたければ私がやっぱりバックアップ、全部がバックアップします。その代わり自分でやりたいって言ったからやっぱり泣いても、それこそはいわめいても自分で結論を出したことなので、最後までやってねっていうことは言ってますので、衣装を変わるときはすごい買ったんですサーカス見に行ってきたんです。それでだからそのピエロさんがすごかったので、サーカスっていうとピエロっていうので、なんかそういうとこ それになりきってるのか、そういうのを見てほしいって、あと衣装もいいのも着たいっていうその派手のが着たいみたいな感じ。今日のはどうですか？今日の衣装は良かったですか？良かったです。ここが一番良かったんでしょ？メイク、メイクが一番今回初めてなんか、はい、メイクってのはめったにしないのですごく良かったみたい2021年4月プロのサーカス団としてのデビューが迫っています。リハーサルの様子を少しだけご覧ください。思い思いのパフォーマンスを繰り出すメンバーたち、疾患を抱えていたり体の一部が不自由だったりケアが必要だったり、普段の生活では特別な配慮と特別な扱いの中で自由がなかなか表現できないでいる存在です。それでもこのスローサーカスプロジェクトのステージ上では、誰もが表現者として自分の良さと自分のできることを最大限に発揮できる環境があります。そして他の舞台にも出演するベテランパフォーマーも一緒のステージで表現し合います。同じパフォーマーとして手を取り助け合いながら、みんなで一緒に一つの大きな円を描きます。どちらかというとこちらでやるときは、私はメインというよりかはその障害があってもエアリアルとか空中パフォーマンスができる方法を考えたりとか、どういうふうにしたらこう安全にやりつつ、やりながらすごく感じたのが、やっぱり今まで普段の生活の中で関わってこなかったような体の特徴がある方とかでも、すごく表現の仕方が、表現者として私もやってるとこあるんですけど、あ、こういう表現の仕方あるんだとか、すごく勉強になることがたくさんあって、なので本当に障害があるなし関係なしに、もうその人の個性として魅力がたくさん発見できる場所なので、そういうとこがすごい魅力があっていい場所だなと思っています。なんか特にそのなんだろう、このプロが繰り上げていく作品って、社会的に見ればその障害者とそうでない人がっていう風にこう捉えがちだと思うんだけど、僕とってはもう本当に一人一人の人がこう自分をこうありのままにこう表現していくっていう、こういう場所だと思っているので、なんか自分らしくいれるような、そういうなんだろう、自分とってもなんかこう居心地がいいというか。そんなパフォーマーたちの心の支えとなっているのが、アクセスコーディネーターやアカンパニストと呼ばれるスタッフの存在です。アク
クセスコーディネーターカンパニストがいなかったら金井さんだけでもやっぱり成立しない。金井圭介とアクセスコーディネーターカンパニストの、まあ、連携によって安全管理をしているっていうところもすごく大きいですよね。あの三角形を作りながらもう中心でこう推進していくのが金井さん でそこをこう後ろからこう追いかけながら中に入ってこう危険がないか見ながら動いているのがアカンパニストで、さらにその外側から安全を確認しているのがアクセスコーディネーターなんです。で金井さんとかも演出家っていうのは、まあ、もちろんうちみんなバラバラなので理解のスピードも全員違うし、言われたことにすぐ反応できるかってそのスピードも全然違うんですよね。でそのもちろん発表とか目標がなくてこれがただのレクリエーションだったら理解が遅い人に合わせてみんなで待ってあげればいいんだけど、やっぱりうちの場合は何かその発表の場があるとか目標があるとかって言った時に必ずしもずっと待ってあげられないこととかってあるんですよね。その時にやっぱり金井さんはどん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 前に進めていく、で遅れてる人をアカンパニストがフォローしていく、でもしも何か危険を察知した時にアクセスコーディネーターがそっと金井さんなりアカンパニストにこれ以上やると危険であるっていうことを言う。皆さんどうでしたか、今やっててなんかここはちょっと難しかったとかなんかちょっと危ないかなとか高さ合わない、やっぱなんか最初からこう宝庫を上げるときが不安で、はい、あそれを何途中で上げた方がいい、それとも今は近づいた時に届いてなかったので私たちが出てみた。あ、そうだよね、それが出演者でありつつ安全性も常にみんなで追求します。もう一回いいかな、それともいいですか、行っちゃっていい、なんかそのなんか多分上がるタイミングがなんか分かりづらくて上がるタイミング、そっかそっかそっか、なんか前から顔が出る人は目で、あじゃあもうどうせ近いしなんかはいとかって行くよとかって声かけるわね、声かけるね、さっき単純にパワーバランスが悪かった、悪い普通に考えて 1,2,3 ってあれだなと思った。そうですね、スタッフワークやるときに考えてることっていうと何だろうな、いかに演者のみんなが気持ちよくそこの演じるっていうことパフォーマンスするっていうことに集中できる環境を作れるかっていうのを意識して動いてます。コミュニケーションをするときはなるべくスタッフ寄りというよりは演者としての先輩としてこうだよっていう風に言うように、演者目線でなるべく接するようにはしてます。やっぱりなんかそうしないとスタッフと演者の掛け、あでも私やっぱり兼任してるっていうのはその架け橋ができるっていうことだと私は思ってるので、その架け橋の意味がなくなってしまうかなと思うので、まあ、なるべく演者によったスタッフワークができるようには意識してますね。コミュニケーションを取るっていう面でもジャグリングを教えたりパフォーマンスをこう一緒にやっていくっていう中で、そのお互いのその何だろう理解がしっかりできてるかっていうのを確認しながら進んでいくっていうのは意識はしてます。一回上げてみたってまっすぐな状態を今って落ちて、で自分が今どの辺なのかって覚えて、まずは安全第一なんですよね。で、体の反応を見て緊張感がこうほぐれるというか力がこうふっと抜ける瞬間だったりとか、そういうとこをこう見逃さないようにしながら、やっぱり緊張したりとか恐怖とか怖いとか痛いってあると体がギュッとこう緊張して硬くなったりするんですけど、逆にその地上にいる時よりも無駄な力が抜ける瞬間とかっていうのが空中に行くことであったりするので、なんかそういうところをこういろいろ試しながら、安全第一に試しながら、でもこれを続けるとできないと思ってた動きができるようになるんじゃないかとか、そういうとこはすごくこう可能性が大きいなと思ってやってます。サーカスってすごくオープンなジャンルなんですよね。その僕らがやってるソーシャルサーカスっていうのが、でそのソーシャルサーカスを通してみんなでお互いにこう助け合いながら、その健常者が障害者を助けるよっていう
そのよくあるようなイメージではなくて、逆にその健常者の方も障害者に助けられているようなこともあるし、お互いがその一緒にワークショップなり舞台に出るってことで、お互いにこう補い合って、面白いパフォーマンスなり面白いワークショップがさらにこうできるよっていう感じですかね。そんなスタッフとパフォーマーの距離感が心地よくて、娘さんを活動に誘ったというお母さんがいます。ここに来ると皆さん優しいんですよ。すごく優しくしてくれて、かおちゃんかおちゃんって言ってくれるので、彼女もそれが大好きで、みんなに会いたいっていう気持ちがあります。現在26歳、スローサーカスプロジェクトのクラウンとして活躍するかおりさん。活動に参加したきっかけは、高校生まではね、土日のなんか過ごす余暇活動っていうのがいろんなところでやってたんですよ。ふれあいの村とか地域地区センターとか地域ケアプラザとかでやってくれるんですけど、高校卒業してから一回もそういうことがなくなっちゃって、土曜日日曜日の過ごし方がすごい困っちゃってたんです。で、どこに行こう、行くとこないなっていうところにスローサーカスさんのお話もらって、あ、土日が過ごせる、そういう単純な理由からやらせたいなって思いました。帽子の役をやらせてもらってるんですね、ここでは。そうすると、そういう障害児者の中で帽子やってるの彼女一人だけなので、やっぱり自分の得意技ができたっていうことを自覚してるんですよね、彼女もね。だからそれでどんどん自分で練習するし、上手にもなってるので、そういうところでびっくりしてます。やっぱし人との触れ合いがすごく多くなったっていうことと、あと皆さんが彼女の性格をよく分かってくださってて、得意なところを伸ばしてくれる、でいろんなことに挑戦させてくれる、そういうところはすごくいいなと思います。帽子とか教えてくれたり答えたり面白いです。やりたいのは登るのが楽しくて、登るのもう一回やりたいなと思っていました。楽しいので。ふとした時に私たちには想像つかないようなパフォーマンスを見せてくるっていうか、さっきもこうなんか寝っ転がってみんながパフォーマンスしてるのに寝っ転がってると思って、このまま寝るかなと思ったら帽子こう回し始めて、あ、なるほどそういう回すの表現があったかみたいな感じで、なんか私たちには思いつかないような、すごくその簡単な表現なんだけど、そんなやり方あったかみたいなものをパッとこう生み出してくるというか、出してくる、そんな素敵なパフォーマーです。彼女がいるとなんかその空気が和んだりとか、舞台に彼女が現れるとなんかこう何でもこう拍手したくなっちゃうというか、なんかお客さんがこうどこで拍手してあげようっていう気分にさせるっていう、なんかそういうのが今はなんか出てくるようになったっていうんですかね。なんか自然と、まあそれ彼女が持ってたものなんですけど、それが今まではなんとなく最初はもやっとしてたのが、今は本当に道化師役っていうんですかね、彼女はもう本当に天然の道化師みたいな感じで、別にもう失敗してもいいよっていう、失敗しても香織ちゃんだったら面白いじゃんっていう、で本人もどっかでそれが分かってるっていうか、もう彼女はね結構ああ見えてね確信犯なんですよね。障害があるからできないというイメージを取り払うのがスローサーカスプロジェクトならではの醍醐味。個性を大事にしながら、これからはプロ集団としても魅力的なショーを目指していきます。互いに支え合い助け合いながら、さまざまなことにチャレンジすることの素晴らしさを伝えながら、そんな姿にワクワクして、見ている側も誰もが引き込まれて、いつしか笑顔に。はい、ありがとうございました。